久しぶりやな。マストにいるジョン・トゥアラと話しましょう。ジョン・トゥアラ、あなたのためなら喜んで持つわ。へえ、カートリッジ135。2.7。ねえ、いいわ。コンステレーションのリーダーを5年続けたこと以外に、そうね、宇宙力学の才能については誇りに思ってるわ。グラブジャンプ用に最適な軌道を計算したりね。今まで随分役に立ってきたのよ。それに惑星探索においては私の専門は植物学なの。だから心配しないで、病院送りになってしまうようなものは食べさせないからまた今度ね。22m か。サラ、よく来てくれたな。ああ。また新人探検家か？なあ君、ヴァンガードに参加したくないか？コロニー連合を支援してクレジットを稼ぎ、UC の市民権も得られるぞ。コロニー連合の義勇艦隊だ。UC に席を置かない船長が、それぞれ自分の船を使って参加し、 UC は仕事を継続的に供給する。クレジットもな。そして長く働けば UC の市民権とそれに基づく権利が全て保障される。物資や医療の割引、ニューアトランティスに住むチャンスもだ。外から来た船長が唯一こんな恩恵を夢見ることができる道だ。どうだ、入るか？素晴らしい。書類手続きと UC についての説明、試験や仮採用ミッションがある。君がやっていけるかどうか試さないとな。頑張ればすぐ宇宙の治安維持に貢献できる。ジョン、忘れないで、あなたが立派な制服を着せたら返してもらうから。心配するな、サラ。君のことも仕事のことも忘れていない。約束する。まずはオリエンテーションホールに行って登録ターミナルで手続きするんだ。あとはシステムが案内してくれる。そうそう、もし賞金をかけられているなら、それを UC との間で清算するまでは入隊させられない。何か質問があれば遠慮なく聞いてくれ。まずは
オリエンテーションホールで受付を済ませてくれ。それとも何か質問があるのか？もちろんだ。何が知りたい？試験はあくまでシミュレーションだ。怪我をする可能性があるとしたら、中に入ろうとして転んだ時くらいだ。さて、仮任務だが、ここでの仕事に慣れてもらうことを目的として選んでいる。自力で物事をこなせることを証明してくれ。ただし、リスクがないとは言い切れないぞ。コロニー連合が我々を派遣するのは、戦闘の可能性がある時だ。それは仮任務も例外ではない。不服なら立ち去ってもらって構わないが、そもそもここは軍隊だからな。職務内容に戦闘が含まれないわけがない。ん？そろそろ行く？うん。これやってんか。てか多分これが一番マシなんやろな。あれ、なしになってもた。上がるけど下がるんだな。軽量化は軽量化やけど難しいとこやな。地雷とフラグか。ああ、さっきのこれのことか。重さは全くないやな。うん。回復。じゃがいも。回復バック。うん。39か。ああ、これのことか。
知り合いと話すか。どうかしたのか？そうだ、君の寛容に夢中になって忘れるところだった。私は忘れてないわよ。ねえジョン、話してよ。海兵隊に誘う前にね。分かったよ。こんな情報があるんだ。モアラという名のヴァンガードの志願兵がいる。任務はオールドネイバーフッドのパトロールだ。太陽、火星、それに海王星。太陽系？そんな任務、どの帝徳を怒らせたわけ？あいつは火星生まれの火星育ちなんだ。他の誰も気にはしないけどな。このモアラが金属製の珍しい装飾品を周りに見せびらかしているという噂だ。サラの説明と一致すると思ってな。もうかなりの古参兵だ。隊員番号が81とかそのくらいのな。おい、ヴァンガードは日々命がけで市民の安全を守っているんだ。君たちが探しているものの価値が理解できないからってその言い方はないだろう。まあまあジョン、何が尺に触るかは人それぞれよ。そのヴァンガード兵に見つけたものについて話を聞くってことでみんな合意してる。ひとまずこの話はここまでにしましょう。わかった、見逃すよ。採用担当が民間人と言い争っているのを見られたくはないしな。太陽系にはたくさんの惑星があるが、モアラほどの古参なら定期的にシドニアに出向くだろう。つまりバーに顔を出してるってことね。何？パトロールの合間のリフレッシュは悪いことじゃない。サラのためなら喜んで。UC は常に仲間を大事にする。出て行った仲間でもな。まったく。この下か、奥になってんかもね。この下っぽいな。
止まってるかな、これ。止まっとるやん。
これがまた消されへんねんな。まあいいか。病院みたいなところに。最後に火星に行ったのはずいぶん前。太陽系を訪れる人自体少ないしね。じゃあね。コシとカモノハシの話を聞いたことはあるが、面白いぞ。細かい話を。ちゃうとこやな。飛んでいきはったな。セキュリティスキャナーに化学物質探知機、コロニー連合はかなり警戒してるのね。
ランガードに登録。ビスかガスコおるやん、このとこ。こんにちは船長。久しぶりやな。めっちゃ久しぶりやんか。私は何でも引き受けます。なあ、預けてなかったんか。フロンティアに置いとったな。入れてなかったよな。ひとまずお別れです。こら、うろつくのは禁止だ。何？私がどんな目に遭ってるかわからないのか。うん。私は、なあ、わめいたりしてすまない。いやはや、落ち着かなくては。大使館での仕事があるというのに、そこの勤勉すぎる警備員が町に入ることを許可してくれないのだ。外交ビザが必要だという。何度もニューアトランティスを訪れてきたが、要求されたことなど一度もなかったのに。うん、え、本当に？使い走りにするようで申し訳ない。ただそのかなり混乱していてね。もし時間があったら自由公正同盟の大使館に行って外交官と話してもらえないだろうか。彼らなら何をすべきかわかるだろう。ああ、ありがとう。大使館が救世主を送ってくれるまでここで待っている。そうするしかない。無事でいろよ。何か用か。うん。何？ああ。善良な代表者との話を聞いていたのか。いや、必要ない。自由公正同盟メンバーとのちょっとしたゲームだよ。警告みたいなものだ。このニューアトランティスで誰が偉いか分からせてやってるんだ。外交ビザコロニー戦争以来政治家はビザを必要としていない。うん。ああ、聞こえていたのか。私の言った通り、この町に入るには外交ビザが必要だ。彼が法律を知らないのは私のせいじゃない。無知は言い訳にならない。ムチムチでんな。ああ、そうとも。もちろんそうできた。そしてお前に襲われたということもできる。それが権限を持つということだ。さあ、どこかへ行ったらどうだ。うん、取れてもと外交官に話せとか言ってたな。今のあれなんか、どれのことなってんの今。ああ、これのことなってんか。町に入ると同時にスキャンされる。そのまま進んでくれ。よし、賞金はかかってないか。
問題ない。私、あの像が大好きなの。綺麗でしょ？作者は何を表現しようとしたのかしら。これに乗れと。私はあらゆる宇宙船で友人整形に。リムネスティ。大部分を飛び回ってきたけど、ナットでは未だに体調を崩すの。シドニアは工業都市なの。住民はなんというかイメージ通りって感じ。あれ、このさらに奥か。渋谷警備隊か。記念碑に立ち寄った方がいいかもしれない。敬意を表するためにね。同盟との戦争からもう20年も経ったなんて。これが外交か。信じられないわ。まるで昨日のことみたい。大使館の内部には入れないわ。自由公正同盟の大使館へようこそ。ご用件があれば遠慮なくお申し付けください。ああ、UC 警備隊は相変わらずね。好きあらば嫌がらせをしてくるし、いつまでも被害者面してる。丸く収まるよう宇宙港の連中には手を回しておくわ。わざわざありがとう。心配いらない。仲間に代表を迎えに行かせる。まあそれならいい。これあれやな、マップとかってあれなんかな。マップ。地表マップ。これだけみたいやな。カーソルを合わせて A を押す。うん。めちゃくちゃ多いなこれ。あまりにも多すぎる。あースキャナーを起動すれば。なるほど。電池がやばい。
クリプティクの連中に出会ったら気をつけろ。奴らは友人関係を。ああ。下っぽいっすね。あれに乗っていくってことか。ねえ。今日はすごくいい日になりそうな気がする。そう思う。はい、うん。広いとこですな。さらに向こう。ああ、乗らなあかんのか、これ。走りすぎてもやばいっすね、これ。エミソンではないにしろ、この船が家みたいに思えてきたわ。リアルですな。こういう掃除もまたいいですな。注意ですね。
ラフィックほんますごいっすね、これ。眺めてるだけでもいいですわ、これ。作り込みはすごいですね。なんか乗り物が追加になったとかなんか言ってましたよね。さすがにまあのんびり行ってもいいんですけど。ことが多くてすごいですね。自由度がありすぎて。
内部もすごいっすよね、これ。そうなんですね。正か。ああ、八春さんどうもだ。めっちゃ久しぶりですや。40、40おめでとうございます。そのままもう着陸しましょうかね。ああ。やっぱめっちゃ暑いですか。まあ全国暑いでしょうけどね。バスコさん。いや。忘れてください。新日の挨拶を試みましたが、私はその結果に満足できませんでした。あー。まあでもまた寒なってきそうですよね。この手がかりがどこへ導いてくれるのか。また後でね。シドニア。ああでもあれですね、2テラバイトの本体日本で販売せえへんらしいですね。そういうのもそれでいくらかかりそうだ。ああそういうのもあったんですね。似てたやからええなと思った。5万だと分かった、やってくれ。かといってデジタル版の1テラ買うか言ったらあれですけど。シドニアは火星の過酷な環境から街を守るため地下に気づかれた。賢い選択だったわね。
シドニア。怪我してるな。リライアントに行った方がいいかもしれない。がないってどういうドクターフリンが直してくれる。ええ。コントローラーが新型になるんでしたっけ？あ、そうなんですか。それは分からんすけど。仕事があるって聞いたのよ。ああ、分かると思う。だが最後の空きを埋めたところなんだ。来月の終わりにはまた仕事が来る。これは銀河で最も重要な仕事なの。宇宙船を作るための資源を掘り出してる。なんか飲み屋みたいなとこっすね。こんにちは。やつはいないよ。パトロールに出てったきり戻ってきてない、うん、そろそろ漆黒の海に向けて一杯捧げようかと思ってたところだ。うん、漆黒の海。他の呼び名があるのか。外宇宙のことよ。どうも。うん、お前志願兵か。気持ちは分かるが、当時検討中なので、多分従来と一緒は。人がいなくなるのにも慣れてくるんだよ。なあ、俺だって同じ火星人を助けたいとは思ってる。行方不明なら特に。うん、ただな、ツケがある。しかも戻ってくるかわからない。だいぶ溜まってる。常連だからしばらく多めに見てたんだが、このまま払われないとなると問題だ。うん、どう思う？それはやばい。仲間はあんたの代わりに話してくれます。ねえ、2500払う。立て替えるってことですか、これ。あ、値段をつけるべきじゃない。うん、その金を稼ぎたいんだ。嘘を認めろ。うん、この店には宇宙中のいろんな仕事の依頼が載ってる掲示板がある。金を稼ぐなら手っ取り早い。はい、さすがにつけ払うのなんかね、あれですね、説得なんかしてもいけるんすかね、こんな。おいおい、シドニアの生活はただでさえ大変なんだ。罪悪感を煽ろうってのか。ああ、なんかこれでポイントが変わる。しようかな。できればそうしたいよ、本当に。うん、これは言うたらやばそうやな。どっちが大事なんや。うん。金の交渉。漆黒の海では時にそうなる。ああ、これはあかんかったか。何も話すことはない。もうはっきりさせた。
そこまでだ。払わないなら出てけ。これ以上話すことはない。説得失敗ですね。さようなら。うん、帰りの便にまだ間に合うか。まあまあこういうこともありますよね。この暮らしマジでケンタウリ見るぞ。だが金見ない。危険手当てを当てにしてたのね。でもきっと別の何かが見つかるわ。まあコントローラーも結構いろいろ販売してますもんね。8000。3000か。確かにコレクター多いですよね。まあ触り心地は確かにめちゃくちゃいいですよね。プレステよりこっちの方がなんかめっちゃ手に馴染むというか、ドンピシャですよね。なんか無駄がないコントローラーというか、まあ、カチカチ音はしますけどね、触り心地とかちょうどいいですね、これ。シーナさんとかも結構集めてそうですよね。うん。ああ。徹底的に調査する。金があれなんです。3万ぐらい持ってたんですね。うん。まもなく地下で通信爆発が始まります。いやでもコントローラーも結構値段高いですからね。ここを見て。こんな窮屈な場所で煙と埃にむせ返りながら暮らすなんて想像できない。草も木もない。あまりに憂鬱。あー、セブンガイデン再開。責任について演説をしました。聴衆の胸を打つ。最近石油を掘り当てたと思ったのに、またただの地下水脈だった。スパイクチューンソフトの弾丸論破とかちょこちょこやってますけどね。AI なんとか面白いですね、あれ。しかしこういった意見は少数派であり、ユニバーサルの教えは火星は資源が豊富よ。つまり仕事もたっぷりあるってこと。こないだセールの時結構まとめ買いしましたけど、ガルバンクはまたしても上位3社に選出されました。代表者は
非常に光栄に思っております。毎晩22時から翌朝5時まで騒音削減条例が適用されます。罪ゲーなのに罪ゲーマーか。最近結構ストーリークリアしてる。ああ、どんどん積みまくってなにこれ。いろいろやってはりますな。宇宙に探索できる場所がいくらでもあるのに、ここで岩をかき集めて生計を立てるなんて想像できない。ちょっと話す気になれない。始めよう。これやってましたよね。あとは明治ス系のソフトも大量に買いましたね。あの辺なんか全然やったことなくて、名前は知っとったんですけどね。なんかスタインズゲートとか、なんかロボティクスノートでしたっけ、ノーツやったかな。行った方が身のためだ。悪いな、退役軍人専用の飲み屋なんだ。なるほど。アキラに行ったことあるか。警備隊の制服はうちのよりずっとかっこいい。アキラ、積む気満々。でもなんか 70% とか 80% オフで買いましたけど、ね、貿易管理局。さすがに定価は高いんでね、もう安い70、80とか、最低でもやっぱ 60% とかね、そういう時に買うっていう。定価がまた7000、8000するから。自動販売機。安い時にとりあえず買っといて。ヒートリーチの集団がその交尾しているところを見てしまったんだ。勇敢ね、本物の追跡者に会いに来るなんて。毎晩12時から翌朝7時まで。ディープマインを掘る。それが大金を稼ぐ道よ。こんにちは。どうしたジャック、客と揉めたぞ。もう一度話す。クレジットはあるか。奴のツケを払えば知ってることを教えてやる。まあ2500円ぐらいなら。数えさせてくれ。よし、話そう。最後に来た時、モアラはレディーラブのことを叫んでた。
歌ったりな。大騒ぎだったよ。金星？惑星一つだけなんてパトロールのルートとは言い難いわ。これで終わりだ。いいか。わかった、それでいいわ。この店員さん、なんか宮迫さんに似てますね。何？いや、宮迫さん言うたら、あの竜がのごとくの6のあのヤクザ役で出てましたね。作業中の現場のリスクは自己責任。広島のヤクザも。ごとくもまあ面白いですよね。ねえ、話があるんだけど。はるかの父親は誰やとか言って、すごいとこやな。数回に一度は入港時にヒートリーチの検査をした方がいいぞ。確認を怠ると結構な騒ぎになる。ああ、問題ない。ああ、言うてたこれのことっすか。ビークル。その代わり2万5千するんすかこれ。ただじゃないんすね。探索しましょう。2万5千で金なかったんちゃうか。さすがに金足らんですね、これ。金多分なかったんちゃうか。いやー、ギリギリセーフですが、2万7千か。2万7000か。まあ、使えるから買っときますか。ああ、問題ない。色変えれるんすな。全部変えれるんや。完全にオリジナルになりますね、これ。なんかジープみたいな。紫もかっこいいな。いやー、めっちゃ腹減ってきたな。うん、これにしましょうかね。よっしゃ。
重力な感じが。ねえ、こんな感じなんです。冒険に出かけましょう。うわ、弾撃ってもた。あ、これで操作するんや。いつもの癖で、R2 とか押してまうんですけど体力とかあるんや。ああ、こういう視点もある。腹減ってきましたね。ねえ、よいしょ。最新アップデート。よいしょ。さあ、お疲れ様でした。多数の修正改善。すごいな。よいしょ。さあ、では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 。